今日もサッカーをもっと楽しく見るためにミルクサッカーアカデミー井上マーでございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はこちらですね。とヴィッセル神戸流逸長い体制戦術変化。どん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 、あ、そう、監督が変わりましたということです。三浦監督から。そうなんでございます。はいはいはい。どんなになるんでしょうかということですね。はい。三浦篤さんから、はい、前 J3 の今治のね、監督をやられていた、龍一さんが実は今年からの、はい、神戸のコーチやられていたんですけど、はいはい、はい、彼がとりあえず暫定監督ということになりまして。はい、そうなんですね。一応暫定ってことなんだ。一応ね。はい。で、プラス はい、去年ね、東京ヴェルディの監督をやられていた、まあ、長秀樹さんが、まあ、スポーツディレクター、テクニカルディレクターやられるってことで、流逸長い体制になると。なるほど。なんか、それでね、三木谷さん含めて、こう、いろいろ世間がこう、わわわわ、いろいろね、そうですね、いろいろ、はい、いろいろやってるんですけど、うん、これね、神戸ね、僕ね、まあさ、皆さん、うん、拍手なんです、実は。拍手？なんで龍一さんなのか、はい、なんで長井さんなのか。それの狙いを確か知りたいですよね。はい、細い細い共通点の意図がいくつもあるんですってのをちょっと伝えていきたいなと。はいはいはい、で、それに伴って、はい、システム、フォーメーションもどうやら変わるかなってところがあるので、そう、フォーメーションがどう変わるのかっていうシートを皆さんにご覧いただきながら、はい、どんな共通点があって、どんな違いが今までのと今回のであるのかってところを皆さんにお伝えしていきたいなと思います。うん、知りたいです。お願いします。はい、ヒントは右下。バルサカでございます。うんうんうん、もう一回ここにチャレンジですね。はい、いきますよ。うん、せーの、ドン。今日一枚これだけです。はい、出ました。はい、こんな感じですね。はいはいはい、はい。左側の、まあ、2022年のね、この三浦篤さん体制下の、フォーメーションが左になっておりまして、うん、流逸新体制になってからこうなるんじゃねっていう。全然変わるんですね。はい、そうですね。はい、まあ、後ろの方はそんな変わんないけど、まあ、前の方。開くってことかね。そうですね。はいはいはい、まあ、ただ、一応こうはしてるけど、うん、ちょっと神戸ね、真ん中で藤本選手は赤くしてるところとかありますが、うん、藤本選手が今大怪我で今年ちょっと絶望気味なところと、うん、あとやっぱ武藤選手も今お怪我中とか、あとなんか小田選手もドバイカップでちょっと怪我したんじゃないかって話とか、はい、あと大迫選手もね、フルのコンディションではないってところがあるので、うん、必ずしもこのフォーメーションではないとは思うんですけど、まあもしみんなちゃんと揃ってたらこうなるでしょうっていうのが実はあるんです。ああ、という読み立てなわけですね。はい、ほうほうほう。実はこのリュイスさん、うん、そして長井秀樹さん、共通点が一つあります、うん。っていうのがもともと、リュイスさんはその今治にいましたけど、うん、実は長井さんもちらっと今治絡んでた時期あるんですよね。本当でした。そっか。そう。で、それはじゃあ何かっていうと、はい、今ほら、FC 今治といったら、岡田メソッドなるものがありますが、うんうんうん、それがちゃんと出来上がる過渡期の時にそれこそ長井さんとか絡んでたところがあるんです。へー、そうなんだね。これ作ったのが、はい、吉武博文さん、うん、元今治の監督もやられてたりだとか、はい、世代別の代表監督やられてた方なんですけど、はい、有名ですね。彼がやってたフォーメーションが、うん、右。あー、なるほど。なんですよ。で、しかもこれ、じゃあ長井さんも自分のスタイルとしてそうやってこられて、ベルギーでもやられてそうなんです、マーさん。で、リュイスさんも本当はそれもやりたかったところはあったんだけど、はい、なかなかちょっとチーム事情とかまでできない時もありましたがってのがあるので、うんうん、本当はやりたいのはこの433の、ワイドトップ型で、トップがちょっとなんかね、リバプールのフィルミーノさんみたいな感じ、ちょっと落ちるような感じ、偽、ね、9番みたいなことをやると。なんかでも豊富にいる神戸のストライカーをいっぱい出せそうなフォーメーションでありますよね。そうなんですよ、ね、でよく考えるとこのフォーメーションやってたチームがヴェルディ以外にも約10年前にあるんです。はい。メッシ、イニエスタ、シャビがいた時のバルセロナ。あ、なるほどね。うん。ワイドトップは誰でしたっけ。その時は誰でしょうね。 ある意味でも、ネイマールとかもね、そういうパターンでもいましたもんね、左でやってて。そう、スアレスとネイマールとメッシみたいな時期でもありましたから、王者をうまく使うなんてことも今後あるかもしれません。そしたらもう一個一つあるのがですね、なんで三浦さん持ってきたのとかっていうところ、三浦さんじゃないです、長井さんですね。長井さん。そう。長井さんなんで連れてきたのって、はい、まあ結構ね、やっぱいろんなこともありましたから。結構まあ、ネーム的には意外なかななんて、こう、そうなんですよね。思ったりしたんですけど。リュウさんもまあ意外でしたけどね。まあね。はいはい。でもちょっとこれも面白いなと思っていて、リュウさん今年からもコーチ入られてるんですけど、うんうん、いわゆる若手を育てる予部門のコーチやられてる。ああ、はい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 。ってことは今後、イニエスタ、サンペル、ウィズ、若手みたいなこと起こんねえかなって思ってるのが一個あるのか。ということは？若手部門のコーチやってたからこそ、はいはいはい、リュウさんがこう、若手引っ張り上げてくれるんじゃないかっていうね。なるほどね。
ある意味ね、若手の小田選手なんか今年一気にぐんぐん来てるところもありますから、ね、そういうこともあるかもしれないし。実はもともとスペイン人で。そうですね。育成もやってたみたいなことで、なんじゃなかったでしたっけね。ですね。はいはいはい。だからある意味ね、イエサさんとのコミュニケーションばっちり、ばっちりだと思いますし。そうなんですよ。で、プラス、うん、思えば永井さんの他に、他あの、三浦篤さんもそうですけど、うん、あの、コーチングスタッフでいるのが、林健太郎さん。はい。とか、平野隆さんとかいらっしゃるんですよね。そうなんですよね。フロントとか。そうそうそう。だから、ちょっと、あの、若い子のね、今、リスナーの皆さんから、ちょっと誰ってご存知ない方もいるかもしれないけど、うんうん、あの、2000年代後半あたりのベルディな皆さんなんですよね、うん、思えば。おー、そうか。で、永井さんもそうだし、思えば、まあさ、皆さん、その時のベルディの胸スポンサーといえば。いやー、本当だ、楽天って書いてありましたもん、そうだ。だから、はい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 、あの時お世話になりました部分もちょっといろいろあるんじゃねえのかも。なるほどですね。うん。はいはいはい。お互いにこう、あの時のお礼がしたいとか、はい、ちょっと力貸してくれよみたいなところとかも。そう、繋がりは確かにあった。今は僕もピンときました、それは。ね、はい、しかももしかしたら本当に神戸がこのね、はい、あの、昔のバルセロナのような433やりたい。このゼロトップ型のことやりたいって時に、ユ、う、イ、ん、さんもやりたい。ただ、やっぱ日本にこういうことができる人がなかなかいないと。うん。うん。確か吉武さんもなんか長崎かどうか違うところにも絡んでるところも確かあったと思うんで、はい、誰か誰だ、今フリーな人、いた長井さんよろしくお願いします。にも長期でやれる、ね、可能性もありますしね、うん、そうなんですよ、はいはいはい、っていうところでってことはあるのかなと思うから。なるほどね、まあ、やりたいサッカー純粋に考えたらすごく合点のいくつながりではありますね。そうなんですよね、はいはい、とだおそらく、はい、こういうことにやっていくことになるのじゃないかとは思いますと。まあただね、やっぱりこう今までだったらこうトップ下みたいなポジションを設けてたところからも変わってくるところもあったりするんで、はい、もしかしたら遺跡でね、こう夏の間にまた誰かが出て誰かが入ってとかもあるかもしれないけど、うんうんうん、やっぱね、他に行ったら、ベルディ、永井さんと言ったら、その時に徴用されていた、井上志音なんて名前とかもありますから。ああ、そうか、確かにね。なんか現状のスカットだけで、こう、うまくなんか、パチパチってこう、なんか配置できるんじゃないかなってのもあったりするんで、ちょっとまた、まあ、怪我人はちょっと多くはいますけど、うん、まあ、これからのね、また、ヴィッセル神戸というチームが、うんうん、また新たなバルサカってことを目指して、発信していけるんじゃないかと思うので楽しみだな。わかりました。まあなんかいろいろね、揉めてるじゃないけど、わーわーね、お話もありますけれども、うん、あの、すごい、スポーツ面ではこういうことを狙ってるという解説ですよね。そうですね。はいはいはい、はい、うん。あの、細かいところはやっぱね、はい、あの、僕はそこら辺のデータはさすがにわかりませんから、わかんないけど、そうなんですよ。はい。そう、うん、な戦術とデータ面から言ったらこういうことになるぞって話をさせていただきましたと。なるほど、わかりました。神戸の戦術変化でございました。うん、そのサッカーで見たくはあるなぁと純粋には思っちゃったりしましたね。だからパスでね、いろいろこうかわしながら2、30個のパスで相手の敵陣を迫っていくみたいな。前線の ね、なんていうんですかね、スターをこう余すところなく使えるんじゃないかよう な、ね、うんうん、面白そうですよね。ありがとうございました。ということで、見る赤いろんな話題で毎日やってもらってますよ。ということで、うん、チャンネル登録、高評価ボタン、ね、お願いします。メンバーシップもありますので、盛り上がっております。はい、いろいろやっております。企画をということで、概要欄もいろいろご覧ください。ということで、また次回お会いしましょう。毎日やってます。井上真央でした。ノーミルサトでした。どうもありがとうございました。神戸頑張れ。